おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。皆さんお忙しい中でどういうふうに時間を確保するかっていうのは、誰にとっても大変、大きなテーマだと思うんですけれども、その時間をどう使うかっていう中に、ただこう毎日の作業に対する時間もありますし、短期的なゴールのために使う時間もありますけれども、やっぱり中期的な目標と長期的な目標に対する時間の使い方も、常に意識して、ほんのそうですね、もう5分から10分でも結構ですけれども、必ずその意識を持って、日々の行動をプランするっていうのも、習慣化していただければと思います。短期的な作業っていうのはどうしてももう普通の作業を行うにあたっては必要ではありますけれども、それがこう中心というか自分の中の意識の中心にはならないように、たとえ5分でも10分でも中期的なプラン、長期的なプランを1日の作業の中に落とせるように、それをこう積み上げていくことで、時間が過ぎていくことで、確実に自分のこうスキルであったり知識であったり、それに対する目標に対する一歩一歩、積み上げていけているっていう、自信にもつながってきますので、そしてそのこう考え方自体が、今後の仕事であったりスキルの習得に大きく役割を果たしてきますので、ただ日々の作業、仕事、それ以外に短期的な目標ゴールでも結構ですし、中期的な目標、そして長期的なゴールも必ずそこからこうブレイクダウンした一歩、そういったことを確実に日々取り入れて、自分の5年後10年後につなげていっていただければと思います。その余裕といいますか、その時間こそが自分にとって一番大事なものなんだというつもりで取り組んでいただければと思います。それでは失礼いたします。今週も頑張っていきましょう。